1レース締め切りました。開催もう間もなく暦の上でも春とはなりますが、春とは名ばかり寒風吹きすさぶ中での4日間開催、いよいよ最終レースの優勝戦となりました。ハンデゼロ平川博康、真中大輔、10戦からは古木健、掛川和人、影山新、大外秋田貴弘、20戦は大木光と青山周平です。業界ナンバーワンレーサーである青山周平、紆余曲折がありましたが、それでもしっかり準決勝勝利で優勝戦に間に合わせてきました。発走でございます。5秒を切ります。3秒前、12レース優勝戦スタートしました。ハンデゼロではインコースから平川が行きました。 10m 内を綺麗にまくなり、おっと大きなスタートいけない。青山周平が鍵山と秋田をスタートで叩きました。大きはちょっとスタートが決まりませんでした。先頭は1番の平川です。レースの主導権は平川、2番手には真中大輔が続いています。1対1から28キロ攻防戦、2周1コーナーで真中が平川を捕まえました。ここで真中が先頭に立っています。2番手平川、そして3番手には3番の古木、内をついてくる掛川勝人。ここで古木を突破なるかどうか、青山周平におあつらい向きの展開か。ちょっと青山も滑っている。残り4周回、掛川が3番手に上がっています。これはハンデゼロの両選手に展開が向きました。青山周平ちょっとバイクが伸びない、バイクが伸びません。大木光は今6番手、そして影山新、さらには秋田と続いております。残りは3周回、完全に軌道に乗りました真中大輔。超久々の優勝がもう目の前にぶら下がっております。2番手平川、3番手掛川です。その後方には古木、またもやデビュー初 V1 ならず、今4番手の位置であります。大木が青山を逆転している。青山今6番手、もう1回大木をやり返した。この人気2人のやり合いは5番手では見たくはありませんでした。先頭は真中大輔、さあ会長に飛ばして9年半ぶりの優勝美酒が待っています。4コーナーを立ち上がりまして、ラスト1周回、優勝戦には遠征も勝ち上がってまいりましたが、この12レース優勝戦、福は地元うちにありました。2番手1番の平川、最終コーナーに向かっています。忘れかけた優勝の2文字がもう目前です。9年半ぶりの美酒が待っています。真中大輔、千載一遇のチャンスをものにしました。真中、優勝戦自体も久々でありましたが、完璧に仕上がったドープネス号が真中大輔を久々の優勝へと導きました。2番手ゴールは平川、3番手ゴール掛川勝人、通算これが5回目の優勝ゴール。4戦3勝で優勝を遂げた真中大輔、この優勝戦は完勝といえる、そんなレース内容でありました。決めたね。すごい緊張しなかった。青旗で緊張しました。青旗でちょっと緊張した。緊張したのが分かった。すげえ張ったもん。回しました。突っ込みすぎちゃいました。オッケーオッケー、ありがとうございます。やったね、おめでとう。1着、2番、2着、1番、3着、4番、以上でございました。
12レース優勝戦の確定です。優勝は2番真中大輔、2着1番平川博康、3着4番掛川和人でした。優勝しました真中選手、競争タイムは3.371でした。真中選手、これで189勝目、5度目の V となりました。真中選手優勝おめでとうございます。払い戻し金です。2連勝単式2番1番3600円、16番人気、2連勝複式は1と2と組み合わせで2180円、8番人気、3連勝単式2番1番4番48000円、131番人気、3連勝複式は1と2と4の組み合わせ9560円、29番人気でした。その他の掛け式の結果はそれぞれご覧の通りです。今記念撮影が行われています。真中大輔選手、画面の向こう側には今年早々に優勝を飾った真中選手の弟弟子にあたる広瀬正光選手の姿もあります。もう板橋さん、はい、この上がりタイムを出されれば、ちょっともう後ろは不可能に近い感じですよね。厳しいですよね。ここは 3.34 ぐらい出さないと捕まえられないということになりますからね。また平川選手もついていきました、はい、板橋さん、大木選手が、はい、やっぱスタート行けなかった。そうですね、スタート行けなくて、まあ、後ろの方でねちょっとやり合ったのがね、余計離れましたよね、はい。今師匠の岡崎選手と弟弟子の広瀬正光選手と記念撮影を行っているんですね、真中大輔選手です。いや、板橋さん、はい、師匠の岡崎選手も、高校息子頑張ってくれてますね。そうですね、良かったですよね。上がりタイム 3.371、いや9年半も優勝していないとは。そうですね、本人としても優勝戦乗るのも久しぶり、去年も乗れなかったしって話してましたね、はい。まあ、今節3.23230と思想タイム出してたんで、今日は2秒台出ますかねなんて話をしたら、いやその2秒台が本当に難しいんだよっていう話をしてて、出そうな感じのエンジンはあるんだけど、そのコンボゼロ位置が難しいって話してて、今日は見事にね2秒台出しました。2級思想です。そうですね、真中選手、開催2日目にスタートで古木選手に食われて負けたんですけども、はい、今回負けはその一戦だけだったんですが、食われた古木選手を抜き返すぐらいの勢いがありまして、ありました、ね、はい、正直もうレース内容は完全優勝、優勝に近いぐらいの、ね、そうですね、今回の動きだったということが言えるのではないでしょうか。一生懸命走り抜いた6周回でした。真中選手通算5回目の優勝ゴールということになりました。いや本当ここ何年も苦労していた真中選手でありますから、はい、出るところを間違えましたか。あ、危ない。大丈夫です。まさかの。いや、笑っちゃいけないんですけど、ちょっとびっくりしました、はい、大丈夫ですかね。まあ、勢い余って、はい、どこに投げるかちょっと苦笑いというところです。苦笑いですね。確か真中選手サウスポーなんですよね。そうですね、だから投げにくいからどこにしようかなというところ。伊藤さん、なんか エンジン音が大丈夫ですかね、これ、はい、ちょっとワイヤーが引っかかってね、キャブレターが開いた状態なんですね。大丈夫です、治ってます。はい、何やってんの、何やってんの、大丈夫ですか。ああ、お疲れした。どうしたどうした。鼻につくんだ。